せずに、そういうことしちゃう？神美眼だ、褒めてやろう。シナリーよし、弓の張りよし、これで完璧ね。ピカ大切な相棒だからしっかり整備しないと。すごいな。私ソフィアも武器をしっかり使えるようになっておいた方がいいわよ。そうかな。武器の練習あんまりしなくても困ってないけど。あ、でもアシュ君がピンチの時に颯爽と助けちゃったりして。その息よ。どうせ男なんて頼れないんだから、守ってあげるくらいの気持ちでね。そんなことないよ。アシュ君もマルピオンさんもとっても頼れる仲間なんだから。いえ、騙されちゃダメよソフィア。そうよ、普段は格好ばかりつけてるくせに気が利かないわ、臭いわ、気品に欠けるわで。だから男の人は信用しちゃダメなの。特別に矜持してあげるわ。女エルフたるもの、いつも気高くあるべし。男なんかに心を許さないで、清く正しく生きるのが正解なのよ。ったく、こいつは気がついたら燃えてやがるな。何よマルピオン、盗み聞き？いやね、これだから男。あんなに大きな声で話してちゃ聞こうと思わなくても聞こえちまうぜ。何よ、文句でもあるのマルピオン。ま、田舎の森から出てきて気分が高揚してるのはわかるけどな。調子に乗って大口叩くのもほどほどにしておけよ。ソフィアもすまんな、こんな奴だが程よく付き合ってやってくれ。セレスタちゃんはいい人だよ。その上から目線気に食わないわ。そこまで言うなら見せてあげようじゃない。マルピオン、そこの魔物、どちらが早く蹴散らせるか勝負よ。頑張ったんじゃないのか？こい、バカにして。ちょっとマルピオンさん、あんまり煽らないで。なんなのよ、あんた何様のつもりなのよ。こうなれば勝負よ。あんたの心臓にありったけの矢を突き立ててやるんだから。セレスタちゃんも落ち着いて。やれるもんならやってみろよ。ハンデとして俺は素手で戦ってやろうか。そんな余裕ぶってられるのは今だけ。やめなさい。どうして二人とも仲良くできないの？もうくだらないことで喧嘩して。おお、怖い怖い。大さんと私も。セレスタちゃん、待ちなさい。まだお説教は終わってません。そんな。
鍛錬の結果です。神美眼だ、褒めてやろう。さあやるぞ。鍛錬の成果、ミス鍛錬、鍛錬の成果見せてあげるわ。イエーイ。仕事が終わったら一杯やりましょう。切り裂く。あらなーに、あなたの授業を受けたいの。グランバレット。私はあの人に認められるように。ぶちかます。あばよ。くらえ。いい、いいぞ、うるわしい。至極当たり前の結果だ。いい審美眼だ、褒めてやろう。どうした、間抜けな声を出して。いっぱいあった建物、すっごいのが。あんな大きい建物初めて見たわ。そうか、お前は大きな町も見たことがなかったんだな。そうよ、森にはあんなのなかったし。って、な、何言わせてんのよ。お前が勝手に喋ったんだろ。まあ、あれよ、誇り高きエルフとしては人間たちが頑張って作った建物は認めてあげなきゃってね。それだけだからね。そんなに否定しなくてもいいぜ。お前の気持ちもわからないでもない。森の中にはでかい建築物なんて必要ないからな。感心するのも無理はないだろう。だから感心なんかしてないってば。ちょっとびっくりしただけ。びっくりはしてるんじゃないか。びっくりって言っても大したことないびっくりよ。ああ、もう言ってることめちゃくちゃだぜ。めちゃくちゃじゃない。っていうか私、あんたも見たことないような建物をこれからいっぱい見るんだから。だからさっきくらいの建物で驚いたりしないんだからね。だから別に建物で驚いたことはバカになんてしてないだろう。あそこに獣がいるわ。どっちが早く狩れるか競争よ。行くわよ。おいちょっと待てよ。なんて下手なごまかし方だ。さあやるぞ。気兼ねを引きまくるよ。甘い。石の誓いにかけて江戸を取られる。気兼ねを引きまくるよ。いいねいいね、打ちまくるよ。よいしょ。それ、おっとっと、足止めか。くらえ。見えとなれ。その命で我が魂の汚れをせせごう。終焉だ。私の勝ち。勝った速さは変わんなかっただろうが。何よ、ちょっとは年下に優しくしてくれてもいいでしょ。お前はもう少し年上を敬えよ。で、どうだ、ちょっとは落ち着いたか。別に元から落ち着いてたし。
だから認めちまえって。大きな建物を初めて見てびっくりしちゃいましたって。別に大きい建物に感動なんか。建物に驚いたなら次は食い物だ。町の数だけ飯の文化が違う。調味料も土地柄お国柄が出る。里の飯とは比べ物にならないぞ。興味ないか。行く。はいはい、じゃあ行くぞ、ついてこい。別にあんたが行きたそうな顔してたから付き合ってあげるだけだから。ああ、はいはい、そういうことにしといてやるよ。俺は強いがお前らは脆弱だったな。さあやるぞ。確実に奴らを狙い撃つから、確実に奴らを狙い撃つから任せてね。イエーイ。音を片付けてしまいましょう。切り裂く。いいぞ、麗しい。さあ仕事を片付けてしまいましょう。くらえ。参りますよ。吹き捨て。そこでさ。感じだな。気になるな。セレスタ？何よ。さっきから僕の方見てるみたいだけど、何か用？別にあんたに用なんか。違う、これじゃダメなのよ。実はアッシュとちょっとだけおしゃべりしようと思ってきたの。どうしたんだろセレスタ。いつもは口を開けば男嫌い連発してるのに。それで何の話をするんだ？それはちょっとストップ。少しだけリハーサルするから待ってて。リハーサル？なんだかよくわかんないけど、わかった。さあやるぞ。私だって戦えるんだから。はっ、お石の誓いにかけて江戸を貫く。お願い、邪魔をしないで。切り裂く。いいね、打ちまくれよ。よっしゃ。金を引きまくれよ。うりゃうりゃ。時は満ちた。終焉を奏でよ。ブラッドカタストロ。なんとか勝てたね。
馬、男にしてはそこそこ頑張ったんじゃない？ああ、手厳しいな。それで、何の用事だったんだ？それだけ？うん、そうなんだけど、どうかな？どうかなって言われても、そうよね。っていうか、私が話題を振ってるんだから、もっといい反応しなさいよね！そんな無茶な。もう、これだから男は。どうしたんだセレスタ、さっきから様子が変だけど。別に何でもないの。ごめんなさい。あ、セレスタ、これこそが俺の美よ。